ダッシュでごちそうの武田でございます。刻んでいこうぜ、よしき。夏を満喫したいということで、うん、今お盆休み、僕の実家の福島県いわき市に2日間だけなんですけど、夏休みということでちょっと帰ってきてます。なんで俺は山形に帰んないの夏っぽいことしたくないということで、したい、できる範囲で抗っていこうと、うん、抗うのか。夏っぽいことってまず上げてこう。海、海、じゃあ海行こう。グミ、走る、それは趣味。じゃあ海にちなんで叫びながら浜出し。叫びながら浜出し、なぜ叫ぶで、その勢いでスイカ割り。スイカ割りって2人でやるもんじゃないよね。そうだね花火、花火したいね。男2人、うん、うん、じゃねえ肝試し。あー、肝試しか。女性のカブトムシ見たことないからカブトムシ探しに行ってみたい。ぐらいか、うん、とりあえず今言ったの全部やる。達成できるか分かんないけど。じゃあ今夜なんで、明日の夜の7時24分のバスで東京には戻んないといけない。ああ、なるほどね、うん、それまでにすっぽいこと全力でしていこう。今からやるってことね。はい、デートってことでいい。デートか。はい、行くぞ。行くぞ。はい、まずどこだ。じゃあ最初は今夜なんで新スポから行きましょう。新スポ、8時の新スポ行ってきまーす。とりあえずこなしていくか。ダッシュで行こうぜ。ねえ、怖いからやめて、ね、本当にやめて。はい、ということで心霊スポットに到着したんですけれども、うん、こちら、じゃあ次行ってるわ。おやめやめ、一人ずんマジで荒波だからここで飛び降りちゃう人が結構あ、そういたらしい。インカメで行った方がいい。どっちもいいよ。インカメがいい。俺ね、前が怖いんですここら辺からちょっと重くなる。お前あれだもん、プラシボ効果の天才だもんね。いや、まあそうだけど。うわ、海近っ。マジで怖いんだけど。だから海は怖い。自然の怖さはある。いや、まあね、すぐね、真下がね、海なんですよ。うわ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 、これ結構無理。いや、無理だろこれ。これマジでやばい。聞こえない。めっちゃ響くってことなんだ。幽霊いないんじゃない。響くところ幽霊いないって言うじゃん。で逆に家でこうパン叩いた時に反響がないと幽霊がいるっていう。めっちゃ反響あるじゃん。ゆうしきさんの心を落ち着かせるために言いました。急に響かなきゃ。あ、響かない。これここで終わりですね。はい、ゴール。いや確かに一人で帰り道に歩いてて嫌だね、通るの普通に。嫌だよね。行きますか。ただのトンネルです。俺の髪の毛の方が心霊スポットだよ。すごいよね。どうなったのこれ。はい、帰ろう。どこ見てんの。ダッシュで行こうぜ。ネクニー発見。でも見て綺麗じゃない。あんまや。オーチャンネル、オーチャンネルいないっす。なんで。でっかいダンゴムシ見てください。ダンゴムシがいました。かわいい。僕虫は得意な方です。蚊は許しませんけど。クモ、ダンゴムシ、セミの抜け殻です。今日の収穫。だってこれ時間帯早すぎたかな。獣とか出てこない。ここ大丈夫。イノシシ、うん、普通にボコされるよ俺ら言っとくけど。ちょっとすまん。なんで幽霊はあんなにビビってたのにイノシシにはそんな耐性強いんだよあ、樹液、樹液。これ来るんですよ、こういうとこに。樹液、うん、これいるんじゃない。樹液しか見つからず。よし、見つからずです。これはかなり悔しい結果になってしまいました。明日の朝セミ捕まえに行く。セミはいいや悔しい。見つからず。あれから3時間ぐらい探したの。かなり探したね、初心者が立ち向かうとこじゃなかったな。しゅうさん、でもね、昨日日本にはいないヘラクロス、これ日本にはいないんですよ今イベント中で。すいません。じゃあまた明日。えい、なんかアイス買う。あり夏だし。夏だしな。デイツめちゃくちゃ天気いい。海日和ですよ。スイカ割り、花火、行くぞ。乾杯。あ、皆さんノンアルコールです。イエーイ。運転してるからね。痛い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 。ちょっと風強いな。なんか夏を満喫っていうか夏を無理やりしてるって感じですいやでもこれ見てる人は真夏っぽいなと思うんでしょ。本当に。あ、痛い痛い。バンギラソウル。夏のところじゃないよ。乾杯乾杯。うわ、え、ジャリって言って今口の中。
スイカ割りだけを楽しみに来たから。いや、そうだね。これさ、言っとくけどさ、野原沢ってやる山形にあるんですけど、ここの有名なスイカです。スイカの名産地ですか、野原沢。え、じゃあこれめっちゃいいやつだ。そうだよ、2000円もしたよ。2000円もしたね。そこで何をするかっていうよりも誰とするかって。じゃあ、しゅうさん、スイカ割り、イエーイ。スイカ割りってどういうルール？スイカ割ったやつ勝ちでしょ。先行俺ね。わかった。じゃあ今からこのスイカを置いていきたいと思います。ちなみにどの辺だと思う？待って、待って、見えてる。しゅうさん、回ってなくない？地獄なんだけど、男二人でやってますからね。しゅうさん、行け、進め。風がすごくて、なんかオールある道みたいになってる。90度右で、うん、合ってるよ。合ってる。ストップ、気持ち右、もうちょい右、気持ち右。これってさ、割った方が勝ちっていうかさ、割らせた方が勝ちじゃね。ああ、そうするね。うん、一回 LINE を教えてください。行けよ。そのまま行っちゃおうか。振り下ろして、行け。スイカ割り面白い。じゃあ一回一応10周回って、よーい、スタート。OK。 じゃあ行きますよ。左、スズメ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ストップ。左、ちょっと、もうちょっと違う、あ、右。お前はその棒をまっすぐ振り下ろすんだ、分かった。まだだぞ、まだだぞ、まだだぞ。もうちょっと前、もうちょっと前、構え、いけ、思いっきりいけ。待て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 、そこだ、いけ、いくぞ。はい。あー、あー、当たった？当たってないよ。ギリギリダメでしたね、こんの差でした。よし、2セット目。中央から見て左に回転。じゃあ気合の一発をお願いします。いきます。はい、えい。割れた、割れた。おお、当たったろ。割れた、これ当たった。こんなへこみ方。こんなにゴミがある。ということで、俺の勝ちということで。お前の勝ちだな。おお、すごい。ちょっと楽しい。ちょっと楽しいな、これすごいわ。もう一割してね、これもう一割いく。今日はスイカをさばいていく。はい、ということで、スイカ割りで割れたスイカでーす。映えだな、これ携帯で撮んなくていい。二人で海来た、気持ち悪い。いただきます。はい、すごい。うん、うまい、うまい。やめろって。お前大学だったらお前坊主だかんな。全部ついてる。すげえになって。これ大学時代だったら、これもうあれだからね、夜ミーティングで坊主だからね。武田が髪型にあのスイカの手で飛ばしてくんだけど。食べました。ちょっと海で洗ってくる。うん、30年後スイカ畑。はい、ごちそうさま。はい、OK です。一玉食べました。見て、波が。いや、まあ台風後で、はい、
あれそその走りなんか見たことある。浜ダッシュしてくださいって言われてるんでやります。はい陸上系 YouTuber いつでもストップウォッチ。さあ 50m 浜ダッシュ。人多いな後ろ。行こう。さあさあ行った。早い早い早いいやまあまあちゃんと早い。6秒56です楽しいね。やばい意外に楽しいぞ。よしき俺のことさ捕まえてみ。ダッシュで行こうぜ。最後に120円の花火。はい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